皆さんこんにちは、ランママです。今回は切り餅とホットケーキミックスを使ってもちもちのホットクを作っていきたいと思います。生地の材料となるものは切り餅とホットケーキミックス、水と牛乳です。まず切り餅を一口大に切り、水を加え電子レンジで加熱します。お餅がトロトロになったら牛乳も加えます。牛乳は温めた方が馴染みやすいと思いますよ。そしてホットケーキミックスは 2,3 回に分けて混ぜ合わせましょう。1回目はさらに牛乳を大さじ2をほど加え、ちょっと緩めの生地になっています。中の具材はお好みで大丈夫です。今回は金時豆に栗を加えてみました。それでは生地を丸めていきますが、もちもちしていて手にくっつきやすいためにサラダ油をまぶして丸めるとやりやすいです。中の具材を包み込んで丸めていきましょう。生地が柔らかい場合にはちょっとビローンと伸びてきますが、焼いているうちにまとまってきます。弱火から中火の火加減にして両面焼き色がつくまで3分ぐらいずつしっかり焼いていきましょう。時々フライパンに押し付けるように焼いていきます。1回目甘系のホットクが出来上がりです。2回目はハムチーズのホットクを作っていきたいと思いますが、作る工程は同じです。ただ追加の牛乳を入れないために生地は先ほどよりしっかりしています。形も立体的で崩れません。では焼いていきましょう。
もちもちの生地にとろっとしたハムチーズ、こちらも間違いなく美味しいです。いかがでしょうか。ホットクはもっちりとした生地が美味しい韓国の人気のおやつで、薄力粉と白玉粉を使うようですが、もちもち感を出すために今回は切り餅を使っています。しっかりともちもち感のあるホットクに仕上がっていますので、まだ切り餅などが残っている場合にはぜひ作ってみてくださいね。今回もご視聴ありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。